スーパーマリオブラザーズワンダー。どうもこんにちは、ピクトです。ということで今回もね、スーパーマリオブラザーズワンダーの続きやっていこうかなと思います。ということで前回はワールド2のモックモック鉱山をクリアしたんですけど、ここのね、みんなの広場、謎だらけの広場の秘密だけまだクリアできてなくて、なんかコインを探すワールドなんですけど、なんかコインがわかんないんですけど、なんかこれオンラインでやったらなんか楽しいっすよみたいなのがコメント欄にあったんで、多分オンラインでやればもしかしたらなんか場所を教えてくれるのかな、これ。あ、そうだからこんな感じでなんかね、ピーチとかがこうやってヒントくれるから、なんかこの土管かな、この土管が動かせて、ここに多分コインが、あ、違う、あ、ここか、ここにあるってこと？え？あ、あった。そういうことなんだ、わかりづら。え、これさ、オンラインめっちゃいいな、これやるとき。ってな感じでこうやってあのコインを集めることができて、まあ、ワンダーシードをゲットできると。いや、これみんなの広場やるとき絶対オンラインにした方がいいわ、これは。ということで今回はワールド3の黄金滝に行くために、まずこのドルフィン諸島をクリアしなくちゃいけないんですけど、これなんだ、広い海で迷子にならないコツは L。あー、なんかマップ使えば一瞬で飛べるみたいな、そういう感じなんかなってことで、まず最初ここ行きますか。バッチチャレンジドルフィンキックレベル2行きましょう。いや、俺ドルフィンキックめっちゃ苦手なんだよな。あ、勝手にバッチ変わってくれるんだねってことで、まあ、とりあえずめちゃくちゃ、まあ、ドルフィンキックで進みまくればいいのかな、このコースは。まあ、こうやって進んで、で、まず一旦キノコ取り、まあ、キノコすら取れない俺。めっちゃ下手かもしれんってことで、まあ、これはどんどん進んじゃっていいのかな、これで。で、これはなんだ？見極めるんだ。あー、あー、なるほどね、危ない！そういうことね。これ、潰されないようにドルフィンキックでうまいこといけっていう、そういう感じのステージってことで、待って、危なかった今！突っ込んでたら絶対死んでたわ。で、ここは潰されないよね。オッケー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 。で、中間取って、はい、深呼吸。あの、海の中で深呼吸とかさ、やめてくんない？絶対できないから。ねえ、ってことで、こっち側行きます。オッケー。よし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 。で、ここ危ない危ない、ここも潰されそう。で、これはうまいことぐるっと回っていって、フラワーコインがあと1枚残ってるんで、次はどこだ？ここの上は何もなさそうで、なんだこれ？シンプルに邪魔ってだけかな。これ潰されない？大丈夫？左側なんかあるな。これ何？落ち着くまでここにいたらいい。あ、なるほどね。ここは休憩所ね。憩いの場。憩いの場で、これさ、なんか見極めないとさ、潰されそうで怖いんですけど、あ、ここにあるんじゃないですか。オッケー。で、まあ、サクッとクリアかな。これはナイススイミングで、オッケー。で、3枚集まった。あれ？上にもあるんだ。まあ、これでクリアでしょう。まあ、サクッとね、バッチチャレンジはクリアしちゃいましょうねってことで、どこ写真撮られるかな。なんかマジで壁際とかでさ、あー、なんとも言えない場所来た。ってことで、じゃあここ行きますか。走って泳いで花ちゃんレース。あ、ここでドルフィンキックまた使うんかな。レッチゴーってことで、花ちゃんレースさ、水中も合体するんだ。すごいね、なんか虫なのに水も入れて。で、まあ、とりあえずダッシュと泳ぎうまいこと使えってことか。一応ね、バッチもドルフィンキックに変えたんで、一発でクリアします。早いねお前。待って、鼻取って、お、はい、オッケーオッケー。ドルフィンキック強くね、これ。ドルフィンキック持ってればさ、絶対勝てるシステムなんじゃないか。さすがに圧倒的じゃない？マジで。で、これ取っちゃって、オッケー。大阪桐蔭ぐらいの圧倒され。これは下行っちゃっていいのかな。で、これ水流があってもドルフィンキックがあればここまっすぐ進めるんで、はい、いいペースでこう踏んで、ぴょんと花も取りつつ、オッケー、ナイス。で、ここもジャンプ、いいよ。待って、こいつすげえ追いついてくるんだけど。え、だからズルしたよね絶対こいつ。あ、危ない危ない、待って、はいはいはい、いいぞ、もがけもがけもがけ。え、水中なのに花ちゃんめっちゃ速い。あー、ナマコ怖い、ナマコ怖すぎ。これ、え、これさ、ドルフィンキックでさ、突っ込んでさ、倒せないよね、さすがに。そんないい話はないっすよねってことで、ゴール、オッケー。まあまあ負けないっすよこれ。ベスト更新、ナイス。花ちゃん乗りたくない？なんか普通のステージで花ちゃんって出てこないのかな。もうなんか仲間として見なされてんのかな。あ、すごいいい写真。なんか俺が文句ばっか言ってるからさ、なんていうの、インスタグラマーとしての素質がどんどん垣間見えてきたな。ってことで、あ、何ですか。やった、花ちゃんに勝ちましたよ。ワンダーシードももらえちゃいました。しかし、水の中をあんなスピードで進んでくるとは驚きでしたね。花ちゃんは恐るべしです。すごい、ちゃんと噛んだ今。でもさ、フロリアン王子もさ、若干虫の系統だからさ、なんか花ちゃんみたいに泳げるんじゃない？ってことで、あ、8個だからもう進めるね。もう一応ここも行きますか。嵐の予感、土砂降り雲で雨のぼり、難しさ星3。なんか難しいステージどんどん増えてきそうじゃない？なんかもうデフォルトで星3みたいなね。
最後の方そんな感じなんじゃない。うわ何これ、振りすぎだろ。え、これさ、いける、あ、うん、あ、泳げるんだ。面白いな、なんか。あ、で、ゾウマリオを取っておくと。オッケー。これ、水もらえないのかな、水吸える、あ、いけるいけるいける。で、こいつ飛ばしちゃって、いいぞー。で、ジャンプ、ナイス。これさ、ちゃんとドルフィンキックも使えるんだね。何お前、ポエマ、あータイミングがあるんだ、これ。雨が降ってくるときと。ポエマみたいなんだけど、あの花。てかさ、あの花がさ、俺未だに名前わかんないけどさ、こいつ名前あんのかな。で、コイン取って、ここまっすぐ進んで、これ下なんだこれ、どうやって下行くんだ。なんかあれかな、潜っていく感じかな、これ。こうやってぐるっと。で、これ多分ドルフィンキックがないと、ここ行けないんだよね。そういう感じね。で、ここまっすぐ進みーの、進みーので、ここもなんか取った方がいい。なんか繋がってそうだよね。そんな繋がってなかったらごめんなさい。で、こう行って、ここも上登れるよね。はい。で、上登って、鼻取りつつ、鼻取りつつ、ナイス！ナイススイミングで上からコインが降ってきて、ここ取れますよと、オッケー！あの雲とかもさ、なんか名前あったりすんのかな？なんかシンプルに土砂降り雲みたいな。そんな感じありそうじゃない？いや、これ泡フラワー残しておきたいな、せっかくだから。せっかくだから泡フラワー取りてよな。あ、動くんだ！面白っ！面白いな。ちゃんと雲も動くんですね。で、移動させられると。はいはい。あー、ミスった！なんか普通に倒せるんじゃないかって錯覚してしまった。これさ、上あるんじゃない？土管もあるけどさ、上も、どっち行けばいいんだ？こっち戻っていいかな？ここ戻って、花があって、これ大丈夫？これ大丈夫？大丈夫？大丈夫？オッケー。ワンダーフラワーとか出てこない？これ。あ、なんかワンチャン出てきそうだな、これ、ワンダーフラワー。ここから、1アップね。で、これ、多分横から入って、上に出る感じだと思う。この、つながり的には。入って、あ、下だな、これ。あれ？待って。下だな、みんな。あー、なるほどね。ハート型がありますね。はい。アイラブコイン。金にがめつい花がいた。アイラブコイン。僕もね、アイラブマニーです。アイラブ金。さあ、行きましょう。いや、ゾウなくなっちゃったなーってことで、じゃあこのまま進みますか。で、音符ブロックはジャンプ力が高くなる。で、ワッハーで、ワンダーフラワーないのかな、ここ。ヒヒで中間取って、あ、なんかある。普通になんか見えてたわ。さあ、このステージは、なにこれ、天変地異。え、どうやって進んでんのこれ、上に飛んでんのかなこれ、どういうこと。あ、こう風で、あ、すごい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 、あ、痛い。痛すぎ。待って、ライトニング、やば、危ない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 。あれか、これ雷発生するときちゃんとあの見えるから。待って、後ろによく見たらでかい雲がいるわ、怖っこれ、やばい、雷当たんねん、気をつけようね。あ、キノコ取りで、うわ危ない、危ない。待って、一旦キノコ取っといて、うわ雷雲もあるな、危なっす、危なすで、アスターがあります。はい、完璧。はい、でん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 で、どんどんストーが降ってくるんで、ちょっとこれ、スター、取りつつ、ずっと繋げていこうぜ。で、キノコも取りつつ、スター終わっちゃうかな、これ。はい、あ、ある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 。で、スター取りの、はい、無限に続くぜ、スターは。てか、花、今、雷食らってなかった。あいつ強くないか？雷耐性めっちゃあるんだけど。すごいな、こいつ。で、またスター降ってこないかな。あ、もうで、ここ待って、危ない。ここでワンダーシードがゲットできます。オッケー、ナイスー。いや、マジでさ、ワンダーフラワーのさ、この幻覚、幻覚ではないんだろうけど、ステージ面白くない？すごいよな。で、ここにゾウマリオがありますよと。はい、でっかくなっていくぜ。ヒップドロップでこれ、下進めんじゃない？はい、ジャンプで、このままどんどんスライダー形式でいきます。で、ぴょーんで、ぴょーんで、オッケー。あ、早い、急に早い。あ、で、ここ上行ってからのゴール長いっすね。で、ナイスー、ワンダフル。もうずっと鼻に水溜まってるわ。なんかちょぽちょぽ垂れてない？長いな、長いな。あ、すごいいい写真。え、なんか今日マジでいい感じのとこ撮ってない？さあ、で、ここクリアしちゃって、で、この看板何ですか、ご存知ですか？何ですか、豆柴みたいなこと言い合って。ダッシュやヒップドロップなどの設定、あ、もう知ってます。しかもこれ言われたことあるしな。ということで、じゃあ黄金滝行きますか。ここの橋も開放して。黄金滝ってそういうことか。金色の滝ってこと？めっちゃ金ピカなんだけど。なんかさ、ここの水だけでさ、え、売れないかな。あー、やばい、しゃっくりが。おや、お客さんのようですね。お出迎えするとしましょう。ポプリン師匠、え、すごい童顔じゃないですか。ドローン、忍者、なんだこいつ。すげえ、黄金滝なんか綺麗なんだけど、なんかさ、グラフィック綺麗じゃないこれ。ずっと思ってたけど、ワールド3黄金滝来ましたね。よし、
で、ここが黄金滝。確か滝の上にグランドシードがあったはず。うん。行き先に迷ったらLで地図を見てくださいね。なんか右と左ルートある、もしかして。なんか分かれてるもんね、これ。で、最初がポプリン師匠の家。ポプリン師匠何も、ちょっと気になるんだけど。こんにちは。師匠、倒しに来ました。これはこれは王子様。ここは黄金滝。試練の滝です。さあ、数々の試練に挑む準備はいいですか？目指すはグランドシードのある滝のてっぺんですよ。え？なんか、今回あれなのか？俺が今言おうとしてたことを全部言ってくれた。あの、試練は結構なので、グランドシードだけもらえません？いくら王子様の頼みでも、掟は変えられませんよ。今回、クッパジュニアじゃない？もしかして。え、お前なのか？師匠。グランドシードを手に入れられるのは試練を突破したものだけなのです。試練のお役に立つようなこれを授けます。滝の上でお待ちしていますよ。新しいバッチかな、これは。ドローン。頑張れ。どういう感じのバッチだろう。昨日、ああ、普通にワンダーシードでした。今回ピンク色なんだね。黄金滝なのにピンク色なんだね。なんか、金色かと思った。わっふー！ってことで、なんか飛んでない？右側で。何あれ？しかもトゲだ。踏めないやつだ、絶対。結局、試練とやらをくぐり抜けて、頂上を目指すことになっちゃいましたね。バッチをうまく付け替えて、乗り切りましょう。付け替えたくなったら、R で私を呼んでくださいね。どうなんだろう？滝だからさ、ドルフィンキックもワンチャン使いそうな気もするけど、いや、まだここは入らないんじゃないかな。多分だけど。どうしよっかな。フワジャン行くか、フワジャン。これつけておくか。で、試練のお供に、あ、バッチここ売ってるんじゃないか、これ。何でも売ってる、何でもや。新バッチある？あ、ご褒美コインか。で、ワンダーシード一旦買いので、で、もう持ってるもんしかないな。たまにはこっちパネルクイズとかも買ってみようかな。なんか新しいやつ。あ、そう、ちなみに今回は、あ、キノピオだ。黄色キノピオ泳ぎ。え、これもしかしたら同じ色でさ、色地で青キノピオ泳ぎみたいなのある？かぶりじゃん、ほぼ。今回は珍しく、あの、普通に主人公のマリオ、てか普通にマリオ使おうかなと思ってマリオ使ってます。なんか謎の逆張りしましたってことで、ここなんですか？よりどり緑、ホッピンの試練。こいつホッピンって言うんだ。よし。ホッピン踏めないな。え、なんかさ、実はさ、踏んでも、踏んだらダメなやつ踏めるバッチとかもあんのかな、そういうの。え、怖っ。え、なんか不用意に行けないよな、これ。怖いんだけど。まあ、とりあえずゾウの鼻でボコすしか。めっちゃビビってる。めっちゃビビってて可愛い。ホッピン可愛いんだけど、なんかめっちゃ出てくるホッピン。あ、怖い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 。え、急に飛んできたら怖いよ。君の真似っこしてる、どういうこと？で、これは、あ、フラワー出てくるから。いや、これ純粋にフラワー取った方がいいかな。泡フラワーなくなっちゃった。まあ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 、フラワー使えってことだよね、これは。で、こっち行って、なんか普通に、ああ、あ、ホッピン壊してくれるんだ。で、近づくとこれ勝手に飛んでくれるから、うわ、これ、え、ゾウでもよ、ワンチャン良かった説あるな。ちょっと怖いな、マジでこれ。で、こう行って、上から来んのちょっとさ、トラップすぎないか。怖い怖い怖い。で、飛んでもらって、あー、はいー、そっちもあったんですね。マジでやめてほしい。ホッピンむずいんだけど、ちょ待って。絶対俺ここで、3回は死ぬ。待って、死ぬ死ぬ死ぬ。はっ、いやー、これジャンプのタイミングで来るのか。一旦引っ掛けて、まあ、ここは関係ない。で、ここでなんかキノコとか出てくる。あ、てか俺さ、ゾウあるやん。まあ、いっか。なんか毎回ストックのこと忘れちゃうんだよな。で、ここ倒しちゃって。はい。あ、待って！あ、取って！ナイス！ナイス、コーラ！そうだ、コーラでも取れるんだよな。にゃーん！にゃーん！待って。にゃーんで、これさ、こいつ利用して、にゃーん！あー！あ、でも、フワジャン、フワジャンあるからオッケーか。ワンダーフラワー来たー！こんなところにワンダーフラワー、でかくなってない？なんか、え、ちょ、待って、怖い、怖い、うえー、怖っ！お前怖いって、鼻飲み込まれた、今。ははは。生きてる？あ、何これ？え、上行ける？あ、上に行くのか、これ、どっちかっつうと。こいつらをなんか、持っていくんかな、きっと。そういう感じのステージか、これ、多分。で、ビヨーンで、ビヨーン。で、またもう一回ジャンプして。間に合わないか。まあ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 、多分新しいやつが出てくるのかな、これは。ここ壊せない。あ、壊せる？あ、壊せそうだね、これ。あ、いけるいける。すごい。あの、もうなんかなさそう。コインで、コイーン。え、なんもない。あ、いけなさそうだな。まあ、限界はちゃんと、用意されてるっぽい。来たー！いきなり現れてくれるね。うわ、なんかこれを、敵がパワーアップするタイプも面白いな、これは。でもさっきの雨雲もそうか。なんか雲がでっかくなってたもんね。で、ぴょーん。いいね。俺に連動してるっていうのもいいね。で、近づいて、はい。あ、こいつはもう届かないか。じゃあ、こいつか。あ、ある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 。ちょっと、どいて。はい。
入れ替わりでね。ナイスワンダフォーナイス。え、可愛かったな、ホッピン。クソデカホッピン。なんかキラキラしててよかったね。で、入りますと。え、これなんか上あったかな、もしかして。今なんか壁じゃんとかで行けたんかな。で、ここは元のあれ下行けるんだ。正規ルートじゃない、待って、死なない、びっくりした。今死ぬかと思った。まあ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 、とりあえずこのまま進んじゃって、あれもうゴール、あー、なるほどね、下の方は踏めるんだ。はあ、なるほどなるほど。じゃあこれはこういってピョーンで、え、なんでいっただけ。いや、むずかった、ちょっとこの新しい敵ホッピン可愛いしね、むずいしで、ない、え、楽しい、どこ取ってんのだからね、えお姉みたいになってるからね、R してみたいになってなかった今ね。かじりついてる画面、なんとかかん、お、トゲトゲを恐れぬ大胆な動き、すごい勇気ですね。ドローンすぐ消えるやんこいつ。え、こいつ消える能力持ってんのすごくない。で、これがチャレンジかな、ちょっと一息届かぬ奥の宝物。まあこれはなんか割とシンプルなんじゃないかな。よし、え、高っ、なにこれ。ああ、そういうことね。え、これさ、こうこう、ああ、待って、これ頑張ればさ、ふゴリ押ししたけど大丈夫これね、本当に合ってる。よし、これで、5個、ここ何個だ、あ、4個か、オッケーオッケー。あ、で、これみんなの広場あるね。え、今回これさ、オンラインあるからさ、いけるんじゃない。さあ、ということで、みんなの広場行きましょうか。ここもまた5枚なんかな、きっと。で、なんかキャラごとに隠されてるブロックがあれば、割となんかすごい上行ってない、めっちゃ上行ってるこいつら。え、これどうやって上登んの。あ、壁じゃんかな、これは。あー、ここにもあるんだ、びっくりした。あ、で、叩くとコインが出てきますよと。ありがとうね、ありがとう。で、ここ行って、で、上もありそうなんだよね。え、ここさ、なんかブロック隠されてる、隠されてないな。え、なんかどうやって上行った、あいつ。あー、びっくりした、びっくりした、急に出てこないね、孔明の罠みたい。あー、もう毎回びっくりするん。あー、ここも、ここもだ。こう行って、で、ここ乗っちゃって、どこ行ける次。あ、ここも、はい、押せるで横移動できる。あ、ここも、あ、来た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 。お、で、雲が出てきて雨に乗って、雨のリードでまた雨があるので、あ、ここになんかあるんじゃないの。ここ叩けます。え、叩けないの。あ、あるあるある。なんかね、叩けるブロックのところになんかね、こうマークみたいの置いてくれるんで、これ何なんだろう、自動でできんのかなこれって。ってなったらここもあるんじゃない。あ、あるあるある。あ、めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある。はい、で、何個目。うわ、なんか2個目ガラ、どこ。あ、来たか。あ、あった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 、2個目ここだ。で、4個目が分かんないのか俺。なんかこういうとこにね、あるんだよな。あ、お、マジ親切この人たち。オンラインめっちゃいいなこれ。あ、で、これ4個目か、来たー、いけたね。で、一番上にワンダーシードがあるんで、これを取りに行けば OK かな。いや、みんなの広場マジこれオンラインでやんないと絶対解けないわ、わかんなかった。 OK。 早すぎて今足なくなってなかったマリオ。ってことで、じゃあここ解放しますか。あ、オンラインのまま来ちゃった。はい、で、あ、これ左側いけるけど、なんか右側もいけそうじゃない、上。あ、バッチだこれ、カエルみたいなバッチだね。しゃがみ大ジャンプレベル1。へえ、しゃがみ大ジャンプ使おうぜちょっとこれ。さあ、しゃがみ大ジャンプ、しゃがんで力を貯めるといつもより高くジャンプする。なんかさ、こういう能力なんかルイージ使えなかったっけ、デフォルトで。あ、すごい、なんか分かりやすくていいねこれ。で、キノコがゲットできると。また新しいバッチ来ましたね。で、うわ、高いこいつ、はい、危ない。で、こいつ、うん、うん、オッケー。で、ここ、ここも、で、はい、で、踏んで、あのコインを取りたかったんですよね、ですよね。死んでる。死んでるやつおった今。はい、タイミングナイス。で、ここも、うわ、これ2段ジャンプか。あー、こ、あー、あー、危なかった今、めっちゃ怖かった。で、あとどこにある。あ、ここも押せそうだね。で、ピョーン、で、ピョーンでキノコゲットして、最後だなこれは。いきます、んー、ちゃんちゃん、オッケー。いや、これ楽しいな、めっちゃ高く飛べるじゃん。あ、すごい、なんかみんなでクリアしてる。初めてなんだけどこれ、このパターン初かもな。名前やめろお前ね。え、やめな。こういうなんか事故な、そんなとこ取らないでね、恥ずかしいから。あ、なに、あ、来た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 。わ、私が得得するまで何年もかかった秘縁の技はあっさりと。師匠、これが才能です。しかし次はそう簡単にはいきませんよ。次、ドローン。
ってことで、ちょっと通信もオフにしたんで、これさ、右側も行けるんだよな。え？狙いすまされ、エイミーの試練。エイミー？うわ、なんか、ホーニングとかしてきたら嫌だな。え、右と左どっちから行くのがいいんだろう。なんか、なるべく全部やりたいなと思うけど、なんかさ、綺麗に行きたいよな。なんか、ごちゃごちゃせずに。エイミー？待って、これ、俺んとこに飛んできそうじゃない？え、あ、まあでも普通にこう斜めに飛んでくるだけで、そんなめっちゃ追ってきたりっていうわけではないんだね。でしかもなんかこれゾウの鼻で弾けそうだから、まあさっきのホッピンと比べたら弱いんじゃねえのかいってことで、やっぱない。でこれは反射して壊してくれるかな。これははい、まあでもコインあるだけだよな、正直。なんだで、ここ取っちゃって、水撒き散らかしいの。エイミー怖いよ。あ、すごい。あ、待って、花咲かせたらさ、ツタが伸びるパターンとかもあるんだね。へえ。で、ここは何ですか？これ象かな？あ、これはコインと足場かな？で、ここも取っちゃうと。よし、かかってこいよ。鼻で潰すぜ、お前のことなんて、エイミー。エイミーかかってこい。かかってこい、エイミー。よし。で、ここジャンプして、下側これ土管入れるか？待って、水さ、これ水中入ったらさ、あ、足りるね。で、ここで咲かせてみる、あえて。咲かせたらコインが出てくるだけであんま変わらんか。でもここ入れるよな、絶対入れると思います。意味深すぎる場所が。で、来た。あ、なんか引っ張れんな、これ。エイミーいるな。まずエイミー倒すところから。あ、一応踏めもするんだね。ね、足の裏刺さったら絶対痛そうだけどな。で、ビヨ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 ってことで、オッケー。で、フラワーコインもここでしっかり取っていくと、オッケー。ここもなんかさ、水使えそうじゃない。これさ、しゃがみジャンプしたかった今。これでこうやって、はい。で、なんか出てくる。あー俺の黒がすべて水になった。で、ここは象が出てきて水もらって、いや、これ水撒いた方がいいな。これは出汁が効いてる。黄金滝って出汁で出んの？え、どういうこと？何の出汁？3だから、あー、どっか行っちゃった。え、帰ってくる。で、はい。で、ここなんだ、ワンダーフラワー。あ、象だね。よしよし、じゃあこのまま進んじゃって危ない。水撒いて、これはヒップドロップでいいか。あ、で、なんだこれ。今なんかワンダーフラワーのオーラ出てなかった？気のせい、気のせいか今の。あれ、ここは多分上壊せってことこれ。あー、伸びるんだ、すごいな。あいつが止めてたってこと？だいぶなんか物理法則みたいな無視してたけど。で、これはまあ一旦倒して、え、上甲羅で出てくる。で、ここでコインゲットできて、こっち側も多分どうせコインだよな。やべ。で、ここも、はい、オッケー。で、コイン。ワンダーフラワーまだ出てこないか。これさ、持ってけないのかな。で、これ持ってって、あー、なくなってる、いつの間にか。気づいたら消えてる。危ないよ、エイミー。よし、オッケー。あ、ワンダーフラワー普通にあるね。これは、ジャンプを利用して。あ、てか、しゃがみジャンプあるから別にいらないわ。そういえば俺、しゃがみジャンプの存在を忘れてたわ。あ、エイミー乗って、上にどんどん行けってことか。まあでも俺は、これがあるんで大丈夫です。あー、ミスった！待って、もう一回来て。めっちゃ光ってんだけど、こいつ。ねえ。レインボーエイミーなんだけど。で、ここもう斜めになってるね。はい。はい。はい。いいよ。いや、こういうジャンプ、アクションは、ギャー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 で、ギャーギャー、オッケーで、花火上がってる。すっごい、めっちゃ熱そう、今の。オッケー。で、ワンダーシードゲットの。で、これまっすぐのかな。お疲れ、ヒップドロップ。で、大丈夫これ。あ、ヒップドロップして大丈夫かな。めっちゃコイン落ちてきそうだけど。よしよしよし。で、ゴールかな、もう。この感じ。ここ行ったら、どうつながる？はい。あ、めっちゃ黄金滝。あー、これなんか水、もういらなそうだけど、まあ一応せっかくね、できるんだったらやっておきますかってことで、エイミー飛んできそう。エイミーが飛んでくる。まずい。エイミーがめっちゃ飛んでくる。待って、うわ、うん、ジャンプ、オッケー。で、ここで一番上取っておくと、ナイスー。よし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 。で、ここもちゃんと回収できたかな。え、なんか黄金岳のステージ、難易度ちょうどいいな。ちょうどよくおもろいです。後ろすごい流れてない？え、何あの、金持ちの家。金持ちの家でもあんなんじゃないか。で、これはまっすぐ進んで、あ、これもなんかチャレンジというか簡単そうなやつだな。こんにちは。流れる水のように軽やかな身のこなし。うん、素晴らしいですね。どれだけ滝行すればこの境地に？師匠、これが才能です。さあ、じゃあここも行きますか。ちょっと一息、水の中のワンダーピース。水の中のワンダーピース。まあでもちょっと一息のパターンは割とシンプルなんで、サクッといっちゃいましょうか。なにこれ？え？
どういうこと？あ、これコインか。びっくりした。いきなりワンダーシールあって終わりじゃんと思ったけど、勘違いでした。これあれか、うまいこといかないと取り逃しちゃう可能性があるんで、ちゃんと行こうねってことね。まあ、コインは無視で、待って、これドルフィンがいいんじゃない？これ待って、早くない、ちょっと待って、危ないよ。オッケー、ナイス。あ、全然ちょろかったわ。さすがに一息すぎたな、これは。はい、幅ないです。キットカットぐらいのサクサクぐらいの一息です。終わり、オッケー。んー、だからどこ取ってんの？ねえ、文字かぶってるから。文字もかぶっちゃってる。あ、で、ここの先はないんだ。あ、じゃあこっちから来てよかったね。ってことで、じゃあこっち行きますか。何ここ？あ、中間試練、ジャンプの達人を終え。あ、なんか色違いのホッピンいるな。ホッピン、なんだあれ、名前また変わってんのかな。さあ来ました。あ、何これ、ワンダーシードみたいなホッピン。わー、飛びすぎじゃない、あいつ。スクナの指食ったさ、呪霊みたいな感じでワンダーシード食べたらああなるんじゃない。シコンのかけらみたいなノリしよう。こいつ何っていうか、え、何これ。え、なんか出てきそうだけど、これなんだろうね。まあとりあえずこいつ倒しちゃってコインだけゲットするか。え、こいつ起きるんかな。なんだこれ。あ、上にもいるわ、なんか謎の入れ物みたいなやつ。ちゃんと起き上がった。だるー、お前。で、こいつは無視でいいか。で、無視して、うわ、なんかこの BGM いいな。なんかなんていうの、こう中華みたいな。中華はなんかちょっと違うか。え、ここいけそうじゃない。あ、いけるわ。あいつ放置でいいのかな。あ、で、これはあいつにいい感じにこうボタン押してもらって終わった。終わりました。シュッ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 。なんかここの BGM さ、あのディズニーのさ、あのムーランだっけ。む、待って、俺下手くそ。あ、でもなんかコイン取ったことになってるわ。ムーランのさ、あのキングダムアーツだった、なんだっけ、あのランドオブドラゴンだっけ。あそこみたいな BGM でいいっすよね。古代中国をモチーフにしたみたいな。あ、これ倒せんの。あ、いや、これ無理だよね。で、ここ来る瞬間にドン、オッケー、普通に倒せた。ちょろいね。よし、で、これでどうするんだろう。上にまた行く感じが、すごい。俺がホッピンってこと？え、これさ、俺ダメージ食らうのかな、どうなんだろう。で、ホッピンになりました。なんかあそこにも土管あったね。あ、これいける。え、めっちゃ飛べるじゃん、すごいな。ホッピンにもなれるんだね。敵キャラにもなっちゃうんだ。なんかさ、変な四角い物体には前回なったけど、面白い。上飛べる？で、倒しつつ、ここ斜めなんじゃないの？で、ここ関係ない。ハイジャンプ。なんか、あれみたい。カーブ、痛ーい。え、どうすればいいのこれ。これさ、乗れる？あ、乗れるわ。オッケー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 。カービィのハイジャンプみたい。まあ、つで、はい。これにこう、乗っ取っていけば、絶対に、やられることはない。ナイスー。陰キャじゃない、なんか、見た目が。すっごい真顔、落ちてるとき。ねえ、僕は今何をしているんだろうみたいな顔してたわ、マリオが。で、ここ入りますと。オッケー、また一緒に見よう。なんか、おい、花の分際でお前幸せなの。いや、待って、あー、危なかった。今死んだかと思った、普通に。やらかしたわと思ったわ。よかった、ブロックあって。で、こいつ飛んでもらって、で、ここゴールだけど油断はしないぜって手塚が言ってました。あ、てか、あれだな、ハイジャンプ使えばよかったな。ミスりました。まあでもこのまま2個取れたんで OK でしょう。いや、ちょっと楽しいな、また変身が。すげえ。バーイ。さあ、あえてのゾウ。ねえ。あんまゾウだった記憶なかったんだけど俺。俺、始まりゾウだったんだ。ホッピンのとこがよかったな。あ、来た、師匠。この試練をくぐり抜けましたが、やはりただものではないですね。しかしここから先はさらに厳しいですよ。気を引き締めてください。ドローン。なんかすげえ上から目線だな。だが、お前の才能一瞬で粉々にするぜ。ってことで、じゃあまずは星3から行きましょうか。コンペイと星空渡りの試練。コンペイ、え、なんかこれもさ、なんかトゲトゲじゃない？踏めなさそう、コンペイも。なんか怖いんだけど。さあ、試練行きましょう。いや、絶対やばいってあいつ。あいつからもうやばい匂い。いやー、なんか波、ウェーブしてる、なんか。これあれか。多分渡って、またぐるっと戻ってくるみたいな、そういう感じかな。いやー、これ壁キックとかでいけないっすよね、さすがに。さすがに無理か。え、これさ、一回落ちても大丈夫バッジみたいなのあったからさ、あれでもなんか頑張ればいけそうではあったけどな。で、まあ、しょっぱなからここ取っちゃいます。取ってどうすんだろう、これ。俺がコンペになったりみたいな。あ、これスターがずっと続くパターンか。なんかこれん時はもうスターが一生降ってくるんで、どれだけスターつなげられるかっていう感じだよね。で、10秒しかないから、10秒しかないと、ちょっとむずいな。オッケーオッケーオッケー。で、取って、いや、これ焦らず、スターを絶対取る。ス
スターは絶対死守。オッケー、ナイス。ナイスで、キノコも取りつつ。はい、待って、やべ、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。で、どこだ？あれ？どういった？コインないか？多分この辺にあると思うんだけど。あ、花がいる。花いて、待って、スターが取れないよ。スター取れないよ。危ないよ。オッケー、オッケー、ナイス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 。もうずっとスターでこのままクリアしようぜ。で、オッケー、ワンダーシロー。あ、コインはここにはないのかな？あ、危ない！危ない。どうも、流れ星というのは僕のことですか？ガンダムということで行きましょう。あ、ゴールド、あれ、まあワンダーシード見つけられたし、オッケーか。いやー、見逃してたね、普通に勢いよすぎて。ヤッフー。今マリオにめっちゃ似なかった声ね。オープニングであの声は一体何だったんだってぐらい、サクッとクリアできたね。ね、あ、なんだこれ。これはあれか、ちょっと一息的な感じか。師匠、あの複雑な動きを見切るとは、私だってあんな風には。師匠って一体、やばい、師匠としての尊厳が崩れる音が聞こえた。今ひび入ってきてるね。多分このまま俺の才能に嫉妬してこいつ闇落ちします。ってことで、じゃあここ行きますか。ちょっと一息、ダッシュでタイマースイッチ。タイマースイッチ、タイミングゲーかなこれは。ポンポンポンと押すみて、ポンポンポン。さあ、これは、え、これ何、いきなり押していいの？あー、なるほどね。え、これさ、どんどんつなげていかないと、最初に押せばよかったんじゃないか、これ。あー、待って、あっ、じゃあ、オッケー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 。なるほどね、連打で押していかないとダメっていうことなんですね、これは。危ないよ。で、ここ押しちゃって、はい、で、乗り越えます。いいよ、いい感じ、いい感じで、ここダッシュで絶対ここで、ここまま、あっ、あ、消えたかと思った今。で、ここ戻って、はい。で、多分また消えるので、ここ押しちゃって。あー、待って、届かなかった、今。間に合うかな、これ。もう一回押してもいいけど、俺はそんなひよったことはしない。よっしゃ焦るー、焦るー、マジで。バカ、うっそん、うっそ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 、鼻くっそ。オッケー。なになに、どれどれどれ、本物どれ、本物どれ。あ、コイン、あれ、あ、コインが手にあれだっけ、これ。なんだ、じゃあ別にやんなくても。よかった説ある。ワンダー、嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘。はいはいはい。で、ここを押して、多分ぐるっと回れってことだよね。壁じゃんできなかった今。まあでもこれ取ればクリアだからオッケーですよね。オッケー。ケツ向けんなね。え、おなら出てるみたい。さあ、じゃあ行きますか。星4。うわ、めっちゃむずそう。飛び出し危険、トゲトゲ山の試練。トゲトゲ山絶対やばいわこれ。さあ行きましょう。え、どういうことこれ。ねえ、うわ、しかもこれ自動で動くみたいな。ホッピーもなんかいるな、前の方に。え、これさ、ジャンプしてさ、壊してもらうんじゃない。はい、アイテム出して。で、ゾウがあるんで、ゾウもらいつつ行きましょうと。ホッピー、あ、横にいるね。毎回横のやつも壊してもらわないとダメな感じが。これは飛ばしちゃって、で、上のやつはどうすればいいんだこれ。ハイジャンでいけるかな。あ、オッケー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 。なんかセンスみたいについてない、何あれ。で、ここで、あ、これさ、いけない、お前、お前いけないか、ホッピン。ホッピン無理、どうすればいいのこれ。わからん、あのコイン無理じゃない、取り方がわからん。なんかあんのかな、取り方が。あ、下回んのかな、もしかして。そういう感じしない、あれ。てか、ホッピンいなくなってる、いつの間にか。え、ホッピン取れたんかな。うわー、むずい、ちょっとここは。で、え、これさ、実は鼻届く、あ、届くんだ鼻。意外と鼻が長かったわ。ビッ、あー、ごめんなさい、全然見てなかった。ここホッ、あれ、ホッピン死んでる。いつやられたかすらもう分かんなかったんだけど。で、ここまっすぐ行って、え、ハテナブロック、ゾウくれ。さすがにゾウないとやってられんわこれは。で、ちょっとホッピンいい感じに生かしつつ、壊して壊して、で、ここも壊して、あー、間に合わなかった、ノイス、あー、怖い。で、ちょっとしゃがんで、これさ、ジャンプめっちゃしちゃうから怖いんだけど。で、うわー、なんかでかくね、あいつ。あ、てか、ホッピン倒しちゃった、俺が。あ、なるほど、なんかさ、ちょっとこれ上下あるとさ、ぶつかっちゃうんだ。で、ここ行けそうなんで、ちょっとここ、なんでワンダーフラー、びっくりした。びっくりしちゃって、俺今。で、あ、またホッピンだ、俺。またホッピンになっとるわ。はい、で、上飛びつつ、乗れるこれ、雲に。あ、雲乗る感じね。やばい、なんかすごい、せかされる BGM だな、これは。チャカ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 、ジャカジャカジャンって感じ。で、え、これは、上行って、入ると中に。はい。ぴょーん。で、ぴょーんからの、ここも破壊できるんじゃねえのかい。ぴょーんで、ここもまた上に回っていくのかな、これは。ぴょーん。で、ぴょーんで、
入ってピョーン、一回ピョーンして、でここで待って、ちょっと前目ピョーンでここ入る。オッケー。でここはもうコイン取りたかった。で、はい、オッケー、いいよ、オッケー、いいよ、オッケー、いいよ、あー、怖い怖い、ナイス、ジャリ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 、ナイスナイス、ジャリジャリで、ワンダーシードそろそろあるんじゃないの。オッケー。今回なんかホッピン2連続すごいな、2回も出てくるんだな。で花を置き去りにしてこのまま進みましょう。めっちゃ下まで行くな、大丈夫、俺のお尻よく持ったな。で、あんま不用意にジャンプするとホッピン消えちゃうから、まあ、これは鼻で倒しちゃって、こいつも、まあ、鼻で倒しちゃうか。あの頭のやつ何？綿毛かなんかかな。ね、え、待って、なんか落ちてこない？怖いんだけど。え、こいつ使うかな、もしかして。なんか使えそうじゃないこれ。あー、待って、これ、うわー、そうだよな。あー、しかも使わなそうだし、嘘だろ、嘘、嘘だって、それはそれは嘘だよ。で、一応飛んでもらって、まあ、せっかくなんでね、一応回収すると。1枚目だけ逆に取れなかったわ。ギャッ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 動揺が隠せないです、皆さん。で、まあ、ここもワンダーシード2個かな、これは。写真ホッピンかな。何も見えない、光りすぎて。ん、急に下手になった、また。さっきまで上手だったのに。また下手になっとるわ。で、またチャレンジがあるけど、師匠が出てきますよね、これは。移動する足場の上で、あの巧みな動き。すごいテクニックです。ドローン。もうなんか褒め言葉しか出てこなくなってるな、お前な。で、またタイマースイッチか。めっちゃ動きすぎ、動きすぎ、動きすぎ。え、そんなトリッキーに動かんといてくれん。え、どこ行っちゃった、もう消えてるんだけど、どこ。あー、わかんねえ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 。え、花動きすぎね、お前。ちょこまかちょこまか。でもコインが出てくるだけだから、まあこれは別になんじゃないか、ぶっちゃけ。あ、でもこっちに惑わされて、これ押さないのが一番良くないので、もう俺はただ上、高みを目指していこうかなと。目先の金じゃなくて、高み、どれだけ上に行けるかっていうのを、僕は考えてるんで、で、ここ取っちゃって、ちょっと、あとちょっと、あ、待って、危ない、ちょっとさ、それやめてくんない、なんか、消えたかとも錯覚するから。で、取っていく、ナイスー。まあ、ここはサクサクよね、さすがに。よーし、ということで、あそこも解放しますか。はい、え、そろそろもう、頂上来るかな、これ。で、ここも開けちゃう。ここクリアして、もう一個上ぐらいで、あれ、師匠のとこ行ける？はい。あ、ここラミエルじゃないこれ。ねえ。最終試練、最終試練！爆走ダッシュレール！クリアしましょう！最後の試練。ダッシュレールってことはもう止まらないみたいな感じで、俺恐れないぞ。あ、師匠来た！自ら。さあ、これが最後の試練です。隠された真のゴールにたどり着ければ合格となります。心、真のゴールって何？偽ゴールとかあんのこれ。まあでも俺は、ダッシュっていうぐらいだから、ダッシュしていきます、僕は。あ、ここジャンプしないといけない感じね。じゃ、あー、キノコは大丈夫か。待って、今なんか押しそびれたんじゃない、最悪や。最悪です。で、ここダッシュ。待って、あー、ここ取っちゃって、コイン取りつつ、はい。で、降りて、で、ここジャンプ、ジャンプ、ワンダーフラーもある。ワンダーフラーだったらジャンプになるのか、これは。あ、ホッピン、何これ。あ、でもホッピンの状態でもなんか普通にまっすぐ進むだけだ。で、じゃあめっちゃ高い、これ。あ、下にあったんだけど、今。コインが。あ、それはわからないよ。そんなこと言ったって、しょうがない、ジョノイか。ジョノイコ。えなりくんみたいなやつだ。で、これでまっすぐ行って、わ、すごい、でも、なんか爽快でいいっすね、これは。え、これなんか、話しかけないね、こいつ。ガガガガガー！オッケー、ガガガガガガ、大丈夫これ。え、大丈夫大丈夫大丈夫、え、怖いよ。BGM なくなってる。おー、で、ワンダーシロゲット。ワンダホーで、このままダッシュすんのかな。いけー、あれ、お、すごい、横でも、嘘で、なんて顔してんのこいつ。ゴールだ。これ絶対真のゴールじゃないよね。何もないもん。っていうのを皆さんに見せたかったんですよね、僕は。よかった、見せれて。何これ、すごい、なんか虚無で終わったんだけど、みんな。これなんか師匠になんか言われるかな。まだまだですね、みたいな。クリアできなかったようですね。真の出口を見つけた者だけがグランドシードを手に入れられるの。なるほどな。あ、しかも1チャップもらえるんだ。やった。無限に1チャップもらえるやん、これ。失敗しまくれば、あそこ。ガガガガガ！俺さっきさ、どこで落ちたんだっけ？なんかよくわかんないところで落ちたよな。まあ、一旦ワンダーフラワー取りので、ワンダーシード取れて、こっからだよな。こっから俺なんかよくわかんないミスして、なんかいけなかったんだよな。あー、嘘じゃん、ねえ、あー、よかった、ゴールだった。
あーびっくりした、心臓が止まった今、マジで死んだわ。よかった生き返ったわ、あよかった、よし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 、焦るマジで。いやイエーイってことで写真は、あーなんか似たような写真ですね。オッケー、でもこれさグランドシールもらえんの、本当にクッパじゃんや出てこない。オッケー、おめでとうございます、黄金滝のワンダーシールをすべて手に入れました、記念に。あ、ワンダーシールを全部ゲットするとこんなんもらえるんだ。あ、じゃあ俺今までのワールド一緒にさ多分隠しゴールとか行ってなかったんかな。へえ、じゃあここはもう完璧なんだね、すごいね。あ、で来ましたね、グランドシードの館、クッパジュニアじゃない、クッパジュニア何してんの、もう懲りたかな、2回倒して。さあ師匠ください。いや、これこっから師匠取られるパターンあんのかな。ここが黄金滝のてっぺん、試練はこれにておしまいです。来た、やった、ということはうまくいく。A、グランドシードを託しましょう、私に教えられることはもう何もありません、そもそも何も教えてませんけど。ちょっとなんか卑屈になってないね、自己肯定感下がってませんか。え、本当にもらっていいのこれ、もらうよ俺、いいの、パクっちゃうよ、やった。あ、こんなパターンもあるんすね。なんかこうした試練をくぐり抜けたマリオたち、しかしフラワー王国の旅はまだまだ続ける、本当の試練はこれからかも、果たしてマリオたちは残されたグランドシードを見つけられるのか。まあなんか普通に全体的にステージちょっと難しかったもんね、まあ、最後さ師匠ボコそうぜ、手合わせお願いしますってさボコボコにしようぜ。これで帰れんのかな、帰れる、おーでプロペラでまたあれだよな、クッパのとこのクモパックン消そうぜ、戻りましょう。はい、金ピカの景色に見とれて手を離さないでくださいね、戻ります、レッツゴー、あイエーイおーイエーイやね、で戻りますと。はい、多分あれだよな、グランドシード出してまたクッパが嫌な顔するんだよな。あ、お前いたんだそんな青色のポプリン相変わらずなんか嫌そうな顔するね、ね。でパックンがもうあとは3匹だけと、早いね、なんかサクサクじゃない。うわー、このお邪魔虫どもめ、我が輩の可愛いクモパックンよくもやってくれたな、調子に乗るね、これを聞くがいい。あ、なんか新しいパターン来た、何これを聞くがいい、なんだこのロックは。なんか今回あれだね、音楽好きだよねワンダー、どういうこと、超ビッグなワンダーの準備は順調に進んでいるのだ、これを披露すればあまりの素晴らしさに世界中が我が輩の虜になるだろう、なんかロックシンガーとかなりたいのこいつ、なんか映画でも歌ってたもんね、ピーチ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 みたいな感じで歌ってたもんね、そういう野望あったりすんのかな、もしかしたら。来たー、ね、グランドシナも戻ってきますよと、なんということでしょう、早くグランドシードを集めてクッパの元にたどり着かねば、残るグランドシードは3つ、ヒデリー砂漠とキンキン採掘場、なんか金、キンキン採掘場もなんか金の匂いがする、であとマグマの樹海、でまああと3つあるっていうことだよな、どこから探しに行くかお任せします。え、こっから自由なことある、そんなことあるんですか、あ、でまあでも12、10みたいな感じやから、まあじゃあ順番はあるんじゃないかな、難しそう、マグマの樹海、あ、でも進めるんだ、まあじゃあちょっと今回短かったんで少し進めちゃうか、あの右のさヒデリー砂漠だっけの前ぐらいまで行きますか、ジュエルブロックだらけの洞窟行きましょう、ジュエルブロックってなんだ、さあ行きましょう、何あれ、あの目あるってことは生き物、何、わーすごい動いてくる、すげえなんか採掘してくれるんだこいつ、え、怖っ、あ、これさ上乗ってさこれハテナブロック叩きたいね、これ何これ、あ、待って、新マリオじゃないこれ、だいぶなんか深く帽子かぶってるね、あ、これさヒップドロップ、あ、なるほどね、どこまで行くの、すげえ、ヒップドロップでなんかこのなんていうの、鉱石みたいのも掘れるし、なんか地面潜れるんだね、でしかもこれさ頭さダメージありそうじゃない、危ない、ああ上にも潜れるんだけど、え、すごっ、これさ上いとけばさ最強じゃない、
すごーで、ドン、あ、出てきた時にちゃんと頭でやってくれるから強いね、なんかなんかさ、いないねえ、これヒップドロップで掘りつつ、オッケー呼吸できてなかったんだ、ドンマイで、こう下潜って、ドーンで破壊できると。あ、で、しかも別にヒップドロップしなくても、こうやって、下潜るだけで、なんか入れるっぽいね。あ、おもろ、これ。ドリルマリオかな、これは。あ、で、ここも取るときは、こうやって、入って、ドンと、いけますと。アーマリオも強えな、と思ったけどさ、ドリルマリオ強くねっていうか。ねえ。でも普通に隠れられるの最強じゃないか、これ。無敵じゃん、実質。実質無敵やん。あれ最強かこいつ、もしかしたらけど危ないで逃げられるんですよね、ですよね。これさ、下にあるときはさ、これいける、さすがに無理か。でここ破壊して、あ、でこっから潜ってドン、なるほどね。で今度ここ入る、ちょもうちょ入ったり出たりやめて。でここで入れると、面白いドリルマリオ。うわー難しいな、ここここはまず1アップ取りたいんで、ガゴンガゴンで、ガゴンガゴン、あ、これさ、なんか、あれだね。鉱石繋がってると、なんかそのまま上潜れるね、これ。で、ここ入って、ドンで、スーハースーハーしか言わんやん、こいつらな。ヒーハーみたいなノリで言ってる？で、ここ入りますと。あれ、全部壊した方がよかったかな。で、ここ出ます。で、中間ゲットして、ここ下なんかあるかな？これ、なんかありそうじゃない？なんもねえか。あ、青いやつもいる。青はあれか、下から上みたいな、そういう感じ？で、ここはなんだ？ドリルかな？あ、で、ここワンダーフラワーありそうじゃない？まあ、ここは入れないよね。ワンダーフラワーあるんじゃないの？これ。あ、違うわ。あ、で、あと触れるだけでも大丈夫っぽいな、あれ。わざわざ出なくてもいいんだ。で、ここ開けて、まあ、コインが、危なっすんげ！危ないよ、ちょっと。はい。オッケー。で、ここ入れるかな？あ、これなんかこいつ壊されそうだ。怖いね、ちょっと。壊されそう。逆に壊したらどうなんだろう？なんかさ、上まで行けないのかな、こいつ。あ、すごい。上行けたんだ、これ。よかった。叩いといて。あ、で、上はあれか、フラワーコインか。ワンダーフラワーはあんのかな、ここ。ね、これ横から入れたらめっちゃすごかったのにね。で、2枚目取って、あ、よかった。ちゃんとなんか地味に、ちゃんと取れてたんだな。で、ここ下、入ります。じゃねーん。で、帰ってきましたよ、と。これは、あ、ある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 。バコンで壊しちゃって、はい、ドン！オッケー？これ、変身したら何になるかな？何？あ、怖い怖い、怖い、危ない、めっちゃ怖いめっちゃ怖い、うわワン、何これ、ミスタードリル始まったんだけどゲーム変わったってみんなねえ。あ、しかもこれちゃんと壊さないといけない感じかな。でもさ、これこいつがなんか勝手に壊してくれるじゃん。これなんかあれか、俺が自ら壊さないと知るやつ、もしかしてゲームオーバーになってするかな。じゃ一旦試しに、あー待って、それはダメ、それはダメ、あかん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 、ちょっと待って、無敵状態の時に取りたかったけど、なくなってる。なくなってるから、一旦ここで取って、まあまあまあ、ここ潜っちゃって、はい、オッケー。ナイス、びっくりしたー、ジュエルブロック怖いって。バカ怖かったよ、今。で、これ、ここ入れる？あ、ここか。やるー、やるー、だいぶ死にかけたけどね、今。やるー判定だったらしい。で、ここ入って、あ、上もありますね。まあ、これは、ドンからの、ん、無理か。ん、ドンで、壁じゃんで普通に行くっていうね。多分ここ掘るとかそういう感じだったと思うけど。なんかさ、なんかないのかな、ここ。はい。これ上行けない？あ、行けないか、さすがに。さすがにそれは無理か。あ、なに？すごい。こんなところにブロックあった。で、こうやって掘って、これは右あります。あったー。ちょろすぎ、ここ。めっちゃ最強じゃん。で、当たらずに素通りできますよ、と。もうゴールかな、これは。オッケー。で、じゃあこのままゴールしちゃいますか。はい。じゃあドリル面白いな、これ。ね。またなんかドリル。あと、かわいい、普通にドリルは。深くかぶってるのがいいよね、帽子。で、2個ゲットできましたよ、と。それあれなんだ。横から触って大丈夫なんだ。なんか使うとき以外はさ、動かないのかな。いや、ずっと動いてるね。今、絶対取るとき手痛くなかった。あーちち、あちち、ね、下行きますよと、ヒデリー砂漠へってことで、あ、ヒデリー砂漠ね。ね、一旦バッチちょっと見てみようか。ね、あー、まあ、特になんか新しいバッチないのか。まあ、ご褒美コインだけ、一旦買っておくだけ買っておこうかな、せっかくだし。
オッケー、付け替えますか。付け替えようかな、じゃあ。金に、金が欲しいです、僕は。はい。また来てくださいね。てぃりりーで、あ、で、もうすぐこっち行けるんだ。あー、じゃあここだけ解放しちゃおうかな。はい。解放しちゃいまーす。じゃあ次回はこれ、ヒデリー砂漠から行くっていう感じかなってことで、ご視聴いただきありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録と高評価もお願いしますってことで、じゃねばい。師匠、なんだったあいつ、かませ